三輪の直春は、日本の実業家。名港海運代表取締役社長や、東海港運協会副会長等を務めた、王樹法省受賞。1951年愛知、県立名和高等学校卒業。1955年早稲田大学教育学部卒業。1956年名港海運入社。1978年名。 港海運取締役輸出第二部長に昇格。1983年名、港海運常務取締役。1988年名、港海運専務取締役。1991年名、有不動産取締役。1991年名、コトランスカナダ、インク取締役会長。1995年名、港海運取締役、副社長。 2001年から名港海運代表取締役社長及び名港陸運取締役を務め情報技術の活用などを進めた2007年名港海運取締役相談役に退いた東海港運協会副会長等も歴任し2010年秋の叙勲で王樹報奨を受賞した名港海運 新社長に三輪副社長に本会寺新聞2001年5月7日デイリー版1面、最近の和田愛知県経営者協会、新トップ登場、名港海運社長、三輪の直春氏、コスト削減と IT 活用を、日本会寺新聞2001年8月3日デイリー版3面、名港海運、新社長に、小木原氏日本会寺新聞2007年4月10日デイリー版2面、 秋の報送受賞者物流関係者は10人。物流イークリー2010年11月19日。ありがとうございます。